こんにちは、あやです。実は今日でこのチャンネル1周年記念です。イエーイ去年の今日2019年の7月20日に初めてこの顔出しの YouTube を投稿したみたいでもう1年が経ちました。1年経ってみて今感じていることが3つあって、1つ目が私が去年の今日1本目の動画を上げた時にこう YouTube 顔出しの YouTube をするのはすごいしたかったことやけど楽しみとこう不安があるみたいなことを多分話してたと思うんですよ。 YouTube ってこう楽しそうとかっていうプラスなイメージとはまた逆になんかこうちょっとこう心ない言葉とかで傷つくみたいなイメージもあったので、なんか私自身が結構こう気にしいやったりとか心配性やったりするのでその面こう乗り越えていけるかなって不安に思ってたんですけど、もう本当にこの1年間そういうことに悩むことなくこう動画投稿を続けてこれたなっていうのを感じていて、もう本当にいつも見てくださってる皆さんに感謝しています。もう本当に YouTube を見てくださっている方々にもこうよくコメントいただくんですけど、コメント欄がすっごい平和とかこうコメントしてる方がこう優しい方とか温かい人ばかりでなんか嬉しい気持ちになるっていうか、なんかそういう前向きなコメントをいただくことが本当に多いなって思ってて、私このチャンネルともう一つ ASMR チャンネルのくまチャンネルっていうチャンネルもやらせていただいてるんですけど、もう本当両方のチャンネルがなんかありがたいことにそういうなんか温かい皆さんにこう見守られながらっていうかな、なんかやらせていただいてて、でそういう風に視聴者さんからも言っていただいてて、本当にありがたいなっていうのを本当に感じています。なのでもうこの場をお借りして改めて本当にいつも動画見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。最近になってこのチャンネル見つけてこうチャンネル登録してくださった方とかこう動画を見てくださってる方とかも結構増えてきてて、そういう方とかもこうコメントを初めてコメントしますってコメントをくださったりとかするんですけど、なんかやっぱりそういう方もこう優しくて温かい方ばっかりで、もう本当になんかもう感謝しかないです。でもやっぱり温かい環境は本当にありがたいけど、やっぱり自分自身まだまだ力不足なところだったりとかどんどん成長しないといけない部分とかもう山ほどあるので、浮かれすぎずに温かい言葉で背中を押してもらいながら、でもこう皆さんに楽しんでもらえるようにこれからも動画投稿をこうできるだけ楽しく続けていきたいなって思っています。なんかこう家でコメントとかをこう見て、ほんまに皆さん優しすぎてなんかこんなに幸せをもらっていいんかなっていうぐらいなんかあったかいコメントをいただくので、いつもコメント見ながらなんかやばいみたいな、めっちゃ優しい、ちょっともうこのコメントしてくださってる方に幸あれみたいな感じでなんか一人でボソボソ言いながらもう本当にこんな私に幸せを与えてくださって皆さんにこそ幸せが訪れてほしいって、一つでも幸せが訪れてほしいって願っています。もう本当に綺麗事とかじゃないんです、ほんまに本当にいつもありがとうございます。で二つ目はやっぱり年の夢が早速こう一つ叶ったっていうのがあって、その一つがこう事務所に所属させていただくっていうことです。報告動画でも出させていただいたんですけど、1月にエールっていう事務所にこう声をかけていただいて、こうありがたいことにこう事務所に所属させていただいて、今も YouTube 活動をさせていただいてるんですけど、事務所に所属することでなんかこう私ってほんまに機械音痴なので、こう編集に悩むこともあるし、わからないこととかをこう自己解決じゃなくてこう事務所の方に相談して一緒に解決していただいたりとか、ありがたいなって思っています。なので事務所に所属させていただいたことって本当に自分の中で大きいなって思っています。で3つ目が今後のことなんですけど、1年経って視聴者さんも少しずつ増えてきてくださってて、で事務所にも所属させていただいて、でこう YouTube のこともなんとなくやけどこうちょっとずつ分かってきた中で、こうこれからもこうやっぱいろんなことにチャレンジしていきたいなっていうふうには思っています。でもこう私が楽しく YouTube を続けられていることとか、こう事務所に所属できたのもそうやし、なんかこう今があるっていうのは YouTube を始めた時とかからこうずっと応援してくださってる皆さんがいるおかげなので、安心して動画を見ていただけたりとか信頼して見ていただけるように責任を持ってこれからもやっていきたいなと思っています。これが1年経った今の私の気持ちかなって思います。はい、
で、さっき事務所にも所属させていただいたっていうお話をしたんですけど、こう事務所を所属したっていう報告動画のところで、私自身は何も変わらないけど、こう皆さんも含めて一つだけ変わるところがあって、でそれがお手紙とかプレゼントとかを受け取る住所ができましたっていうのをお話ししたんですけど、なんとこんな私にもお手紙とプレゼントが1月から今までの間に届いたんですよ。ちょっと本当にありがたいので、この場をお借りしてこう感謝を伝えながら、ちょっと軽く紹介させていただきたいなと思います。この私これ今使ってるスケジュール帳なんですけど、毎日これに予定書き込んだりとか、その日の目標だったりとか、なんかトゥードゥーリストとかを毎日書いてるんですけど、そういう大事なノートに挟ませていただいてるんですよ。友達からもらった嬉しい手紙とかも挟んでるんですけどね、まあ、これはちなみに友達にもらったお手紙で、私が全然眠れないって言ってたら、こうこの飲み物いいよっていうのを送ってくれたお手紙で、もうあったかすぎてこれも挟んでるんですけど、はい、こちらのこの5通が今私の手元に届いているお手紙です。ちょっと一つはこの表面にお名前住所が載っちゃってるので、こうやってちょっとチラ見せって感じになっちゃって申し訳ないんですけど、そう、この5名の方からお手紙をいただきました。もう本当にありがとうございます。もうこれスケジュール帳に全部こう挟んで繰り返し読ませていただいています。なんかこう会ったこともないこんな私に時間を割いて手紙書いてくださるって、もうほんまにありがたいなと思って、こんな日が来たのかっていうのでめちゃくちゃ感動してて、本当にありがとうございます。もう大切に大切に保管させていただいてます。でプレゼントも送ってくださって、お手紙とかプレゼントとかこうやっていただいたら本当に嬉しいんですけど、もう嬉しいの次元超えるぐらい嬉しいんですけど、なんかもうお金そんなに私なんかにかけなくていいよって、ほんまに皆さんが欲しいもの一つでも買ってって、もう一つでも多く自分にコスメ買ってって、服買ってって思うので、まあ、無理のない程度でいただけると私はもうそれだけで十分嬉しいですので、ほんまに無理はなさらないようにお願いします。はい、じゃあちょっといただいたプレゼントをね紹介させていただきます。じゃん、ブルーのなんかこうお花がついたボールペンを送ってくださいました。ありがとうございます。で次がですね、ダン、こちらの段ボールがねこの前お家に届いて、私ちょっとこれ大きすぎて、これ私なんかなって思って半信半疑のとこあったんですけど、ちょっと確認したところ、私がいただいていいっていうことで、ちょっとね大切に開封させていただいて、ちょっとなんか全部自分の収納にまだ戻せれてなくて、もうここの箱からもう毎日のように開封して片付けてみたいな、で使うものは使ってまた片付けてみたいな感じで、なんかもう意味わかんないんですけど、なんかもうそれぐらいめちゃくちゃ大切に扱わせていただいてます。もうこれやばい、見てください、これクッション注文して作ってくださったみたいで、フィルと前飼ってたプニちゃんっていう私の大好きなハムちゃんのイラスト付きのクッション、めっちゃ可愛い、ここにフィルとプニちゃんって書いてるんですよ。もうほんまにななんかもううるっとしました。この裏はね私の大好きな足跡も付いててめちゃくちゃ可愛い、しかもこの色味が絶妙に可愛いですよね。ほんまはこういうところに置きたいんですけど、もしかしたらこうフィルがこれおもちゃと間違えて感じたかもしれないので、ちょっとまだ今は大事にこうやって保管させてもらってます。ありがとうございます。あとこれおにぎりのこういうおもちゃ、あ、フィルが来た、フィルが、これフィルのおもちゃかなと思うんですけど、おにぎりのおもちゃ、しかも私お米とかおにぎり大好きやから、なんか私もめっちゃテンション上がるし、フィルもこれプープーになるのめっちゃ好きなんで、ありがとうございます。でも多分フィル噛む力強いのですぐ壊れちゃうかもしれないと思ってしまってあげれてないんですよね、まだ私が眺めるタイムと、こちらこれは多分フィルのリードかな、お散歩する時のリードも入ってたんですよね、このブルー。フィル男の子やからかなと思ったんですけど、ありがとうございます。あとめっちゃコスメやばいんですけど、こういうエレガンスのコスメだったりとか、あれがもうほんまにやばい、スックのアイシャドウ、この夏限定のアイシャドウとか、とディオールの化粧水、とディオールのコスメセットも入ってて、中にコスメが大量に入ってるんですよ。でちょっとちなみに今日これでメイクしたんですけど、言葉を失う、何回見ても言葉を失うと、D
ディオールのピンク色のノート、私ノートめっちゃ使うんですよ。 YouTube ノートも各チャンネルで一冊ずつ作ってたりとか、あと自分用のなんか日記じゃないけど、こう感じたこととか目標反省とかいろんなことを自由に書くノートもあって、あとスケジュール帳もで全部で今4冊かなを常に使ってるんですけど、こういうノートディオールのだからこれもまた大事に使いたいなって思ってます。上のとこ金でめっちゃ可愛いんですよね。落ちた箱と私が愛用している日焼け止めだったりとか、あとね消毒も入ってました。あとはこのディズニーのこの封筒にこんなにたくさんのバッグ、もう本当に私これ冗談抜きで5回以上出して、いや5回じゃすまん、10回弱ぐらい出してしまってを繰り返し、私ほんまにコスメとかこういうグッズとか何でも眺めたりするのが大好きなんですよ。だから自分のコスメとかもしょっちゅう眺めてなんかふわーって気持ちになったりとかしてるから、もうこんないただいたものとかなんかもう自分のものよりもなんか大切やから、もう何回も開けてしまってで、これも紙袋にまた戻してみたいな、で使って戻してみたいなをもうずっと繰り返しています。あ、でもしかしたら違うかもなんですけど、ここに段ボールのここにクマ出没注意っていうシールが貼られてて、これももしかしたら貼ってくださった、なんか自意識過剰ってあれなんですけど、なんかここにクマいたからこれも可愛いなって思いましたありがとうございます。はい、ってことで届いたよっていうのと感謝の気持ちを込めて紹介させていただいたんですけど、もう本当に皆さんもう無理はしないでくださいね。もう私ほんまにこんなにデパコスとか、自分にデパコスを買ったことが多分もう片手で収まるぐらいしかないぐらい、もういつもなんか自分にはそんな高いものを全然買えないので、なんかもうほんまに身の丈に合ってないって思っちゃって、でもめっちゃ嬉しいんですよ。ほんまはめちゃくちゃ欲しいから、だからこれはもうめちゃくちゃ大切に大切に大切に使わせていただくんですけど、本当に無理はない程度で、もう気持ちだけでも届けてくださるだけでも本当に嬉しいので、もう皆さん無理なさらないようにお願いします。プレゼントやお手紙を送ってくださった方本当にありがとうございます。あと送るよとか送ったよって言ってくださった方とかも、今まだ手元にないんですけど本当にありがとうございます。全部事務所から私のお家の方に届けていただいて、全部受け取らせていただいているので本当にありがとうございます。もう長くなっちゃったけど、もう本当にこの気持ちをどこかでこう喋って伝えたいと思ってたので、この機会にお伝えさせていただきました。もう本当にありがとうございます。はい、で今回の動画でお伝えしたいことは最後の1点なんですけど、今日でこのチャンネル1周年になるんですけど、今チャンネル登録者数が4800人ちょっとかな、でもうすぐ5000人なんですよね。で前々からこう質問コーナーをしてほしいっていうリクエストをありがたいことをたくさんいただいてて、もう少しで5000人っていうことなので、今回質問募集をさせていただこうと思います。はい、で質問募集をする場所なんですけど、この動画のコメント欄でも大丈夫です。あとなんかコミュニティっていうのがあって、なんかこう私のチャンネルに飛んだらホーム動画再生リストコミュニティチャンネル概要って感じであるので、そのコミュニティのところでも募集させていただこうと思います。で質問コーナーの内容なんですけど、普通の質問コーナーとは別にこう恋愛の質問コーナーとか相談コーナーみたいなのもしてほしいっていうリクエストをいただいてたので、普通の私に関する質問コーナーと恋愛に関する質問相談の動画もこう別々で1本ずつ撮ろうかなって思ってるので、そのコミュニティの方ではノーマルの質問コーナーのところと恋愛の質問コーナーのところを2箇所作ろうと思っているので、まあもし何か質問とか相談とかがあったらそこにコメントしていただけたらなと思います。この動画のコメントのところで質問をいただいた場合は、私の方でこれはノーマルの方かな恋愛かなっていうのをちょっと分けさせていただいてやろうかなって思います。はい、では今回はこの辺りで終わりにしようかなと思います。本当にいつも皆さんありがとうございます。これからも頑張ります。質問お待ちしております。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター楽天ルームもやってるので、よかったら概要欄見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。